皆さんどうも、クリプトマフィアのボスと構成員のビットマン TV でございます。こんばんは、お願いいたします。お願いいたします。はい、先ほどは、はい、サトシアイランドの収録をいたしまして、はい、あまりにも寒気がひどすぎて、はい、トレーナーを着るというね、そういうことでございます。寒気マックスでございます。相当やばいらしいですね。そうですね。私横にいるんですけど大丈夫ですか？大丈夫であってほしいんですけど、いやー、映りたくはないというところでよろしくお願いいたします。まあサクッといきましょうよ、いきましょうか。ボス、はい、ジェム、はい、ラッシュの最後来ました。いきましょう。はい、カラットでございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。アラスカ、はい、ゴールドラッシュ、そうですね、ということで、はい、第6のジェムかな、第6弾ですね、テンセットの第6弾のジェムということで、はい、発表されたもの、うん、そうですね、まあ一言で言うならば、はい、ゲーム系通貨、はいはいはい、というやつでございますよ、ね、そうですね、お願いいたします。プレイトゥーアーンゲームですね。そうですね、ゲームをやりながら稼ごうよみたいな、うんうん、方でございますよ。はい、よろしくお願いいたします。では行きましょう。早速行きましょう。はい、まず時価総額からいきます。約 5.6 億円、うん、ということで順位はですね3689位、はい、という順位になっております。はいはいはい、はい、というところですね。はいはい、円ですか？あ、約 5.6 億円でございます。はいはいはい、はい、すみません、円で申し上げます。そして価格ですが、うん、現在は 0.003 ドル、0.003 ドル、はい、OK、を推移しております。はい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 、発行枚数に関しては10億枚という上限があります。うんうん、まあ普通だな。そうですね、これはな。うん、オッケーオッケー。はい、はい、で最高値なんですが、うん、2023年の4月、うん、そうだね、だから最近発表されたばっかりなんで、はい、そうなんですね。そう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 、 0.03 ドルってことは今10分の1になってるって感じですか？そうです、ちょうど10分の1ぐらい、ちょうど10分の1ぐらいというところ、うん、OK でございます。はい、で、先ほどビットマンが言ってくれたようにテンセットのジェムプロジェクトの第6弾ということで出されておりまして、はいはいはい、ご存知の方もね、いるかもしれないんですけれども、このアラスカゴールドラッシュというゲームというのはもともとありまして、うん、そのゲームの中でこの Web3 を利用してですね、うん、一人称視点ということで、このアラスカゴールドラッシュのゲームの中で過酷な環境で生き延びながら金を採掘して、なるほどね、それでお金を持って、うん、報酬を得ていくというようなゲームになっております。はいはいはい、はい、いう内容でございます。うん、で、プレイヤーはゲーム内で得た報酬を日本円などのリアルマネーに交換することができます。まあ、そうです、リアルマネーっていうかね、まあ、国内取引所に移して、まあ、何かね、交換してね、はい、してくださいと。してくださいと。ということでございます。はいはい、で、アラスカのゴールドラッシュというのはですね、うん、実際に19世紀後半に、カナダのユーコン地域とかアラスカ地域っていうところで実際に起こったことみたいでして、うんうんうん、まあ、大量のね、金鉱を発見したことで、一大ブームになったと。はいはい、で、それがまあゲームになったというような流れでございます。で、アラスカゴールドラッシュの特徴というのがございまして、うんうん、2つのトークンというのがございます。はい、まず1つはゴールドトークンですね。はい、このゴールドトークンというのはゲーム内で使用可能なトークンでして、はいはい、このトークンを使ってキャラクターの装備を変えたり、うんうんうん、武器を購入したり、まあ、ゲーム内で使えるということですね。で、このゴールドトークンはどうやって手に入れるかというと、うん、金塊、うん、先ほど言ったその金塊で金を探り当てる、採掘する、うんうんうん、そうすることで金を得ることができますよということでございます。うんうんうん、はい、で、ただこのゴールドトークンをですね、発掘するには、うん、自分でその金塊というのを、持っていることで自分の、その中から金塊からゴールドを取ることができると。うん、もし持ってない人は、他の人の金塊からゴールドっていうのを探して発掘しないといけないと、いうふうになっているということですね。なので、その時に得られる報酬っていうのが、自分で金塊持ってた方が大きいですよ、っていうふうになっているので、まあ、っていうのが一つですね。うんうん、で、もう一つのトークンっていうのが、先ほど伝えたこのカラットですね。うんうん、カラットトークンでございまして、金塊を購入するには、まずこのカラットトークンというのを持たないといけないです。はいはい、そこから金塊を購入して、うん、自分の金塊から金を発掘して、っていうようなゲームの流れになっておりますよ、ということでございますね。うんうんうん、はい。ですので、まあ、このカラットトークンっていうのが、まあ、その、料理であったりとか、あとは、NFT の購入ですね。うん、あと NFT のチケット。他のプレイヤーとのゲームの中でのバトルとか、うん、そういったところに、トークン自体を使用することができますよ、ということで、2つのトークンが展開されておりますよ、というところを覚えておいていただければと。オッケーオッケー。で、今、金額がついてるのがもうそのカラットトークンの方で、ね。カラットトークンの方ということでございますね。はい。で、まあ、あとは一応、今後、アラスカゴールドラッシュが期待されている裏付けというのが、ま、これだけありまして、世界最大級のゲームプラットフォームの Steam に、掲載をされる予定という情報が出ておりまして、この Steam というのが、ま、世界中の数百万人のユーザーを抱えている大規模な、ゲームのプラットフォームということで、まあ、そこに掲載されることで、ますます多くの人が、このゴールドラッシュのゲームを利用することになるだろう、というふうには言われて、まあ、もともとだからこのアラスカゴールドラッシュっていうゲームはあったんだもんね。あ、そうですね。そうでしょ。うん、まあ、もともとはリリースされていて、うんうん、それ自体も結構人気があったらしいんですよ。あ、はいはいはい、はい。ダウンロード数とかも。あ、ゴールドラッシュ以外もってことですか？
じゃなくてアラスカゴールドラッシュでゲームがあったんですよ、だから。ああ、その前の、うん、これではなくて、まあ、前のというか、平行で多分走ってると思うんですけど、はいはいはい、だからそこの畑でもともとやってた人たちが、うんうんうん、どれぐらいこっちのアラスカゴールドラッシュに魅力を感じるのか、ってか全く同じだったらまあやるんだろうけど、はいはいはい、どうなのかなっていう、そういったところも乗ってなかったっていう感じですかね。ああ、まあそうですね。そこのゲームの乗ってなかったの、乗ってなかったですね。どのぐらい移行するかっていうところは、まあ実際には乗ってなかったんですね。なるほどね。まあもともとそのあのこのゴールドラッシュというゲーム自体はあったよっていうことが書かれてはいたんですけど。オッケーです。そうですね。はい、で、実はですね、予想価格というところも、この将来性というところからね、つなげて調べたんですけども、うん、ちょっと直近の予想価格というのが、まあ、出てこなかったと、うんうんうん、いうことで、まあ、ゲームの、この、Steam というところに、掲載されればという希望はあるものの、うんうんまあ、そこが不透明すぎて、まだまだ予想価格というところも、まあ、立ってきてないのかなというところでございますので、まあ、一番大きな特徴としては、やっぱりもうゲームで金を発掘して、報酬を得ることができる、うん、プレイというのは、どれぐらい稼げるかだよね。まあ実際、ぶっちゃけ。うんうんうん。ゲームをすることで、ね。そう思うのよ。はいはい。うんうん。うん、あの、例えばあの、ビトマカのステップとかもあるじゃないですか、うん、あの歩くことでお金を得ていくっていう。うん、まああれも、まあ実際にどのぐらい歩けばどのぐらいの、うん、あの、お金を得ることができるとか、うん、っていうところの、まあ兼ね合いでどれだけ使う人が増えるのかとか、うん、そういうところもあると思うんですけども、まあ実際だからその、アラスカゴールドラッシュのこのゲームをやってる人が稼げてんのかどうかだよね。うんうんうん。っていうのもやっぱちょっと気になるんだけど、なかなかほら、出てこないんですよね、そういう情報って実際はね。実際の情報はですね。どう思いました？だからそれ、これ調べた結果、あなたなりに。私の考えとしては、このプレイトゥーアーンゲーム全般でもいいし、このアラスカゴールドラッシュ、私的にはどうですよ。私的には、将来性のある何かプロジェクトが動いている通貨を持って、自分の資産が上がっているところに乗った方が、ゲームをしながら、報酬を得ていくっていう形よりも、まあ、しっくりきますね、実際は。なるほどね。まあ、個人の感想だから、まあ、ありかなしかってどっちなんだろう。なしです。買わない。買わないですって。すいません。はい。まあ、私は、はい。買わないですね。まあ、一つは、このゴールドラッシュっていう名前を聞いたことはもともとあったんですけど、ゲーム自体に興味があったわけでもないですし、もともとやったこともなかったっていうのが一つと、そこで、まあ、やっぱり稼いでいくっていう観点で、仮想通貨をじゃあ持つってなれば、別にゲームだけ、カラッと。そうだよね。だから、稼ぐっていう、ゲームで稼ぐっていうのは、予想以上に難しいんですよね。だから、ビットマン TV も、その、他のね、プレイトゥーアン系のゲームを、ちょこちょこちょっかい出したりとかやってたはやってたんですよ、はいはい、だけど、やっぱりこう、なんて言うんですかね、あの、普通にね、そこら辺でバイトした方が当然効率はいいんですよ。ああ、時間効率。当たり前だけど。またよね。そうだよね。そうなんですよ。だから、もうマジで、もう、小遣い稼ぎにもならないんですよね。実際は、だから そうだね、そこがどうなの、ほらアクシーインフィニティとかあったじゃないですか、ね、だから、そうだね、ああいうのは、だからものすごく予想外に稼げたとは思うんですけど、だからそういうものばっかりじゃないし、っていう感じ、実際にそうね、難しいですか、言い方が、まあ、それこそだからそのゴールドラッシュのゲーム自体をもともと好きで、やってる人がそれはちょっとでも、ゲームする延長上で稼げるようになるんだったら、でも、もともとそれをやってる人たちって、それを嫌う傾向にあるんですよ、多分。あ、だって、はいはいはい、稼ぐためにゲームやってんじゃねえもんっていう、もともとね、まあ、確かにね、そうだね、そうなんだ、だから、そのアラスカゴールドラッシュを第6のジェムとして、まあ、言ってしまったらビットマン TV も通常配信で案内したんですけど、その時に言ってたかどうかちょっと曖昧なんですけど、はいはい、だからその今までね、アラスカゴールドラッシュをやってくれてた人、はい、同じような類のゲームでもいいんですけど、が来てくれりゃいいんですけど、でも今までやってた人たちって、稼ぐなんていうのは考えてないで楽しみ でやってんじゃない、はいはいはい、そうでしょ、うん、だからそこにお金を絡ませるっていうのにものすごく、あの反対にする人たちの集まりにもビットマンって見えるのよ。なるほどね。だから、そう、過去がどうか、どうのこうのじゃないと思うんだよね。はいはいはい、こういうのが、あの、より一層でかくなる。やっぱ今後、新しい人たち、そのプレイトゥーアーンゲームとしてのアラスカゴールドラッシュを初めて知って、それをやって、ゲームめっちゃおもろいやんっていう人が当然増えれば来るけど、今までの人たちは、はいはい、あまり効果ないんじゃないかなっていう。だけど、今後もこういうプレイトゥーアンゲームプロジェクトで、はい、ごめんなさい、じゃあ語弊があったかもしれないけど、例えばね、そういうもともとゲームがあったアラスカみたいに。で、じゃあ新しく、そのゲームの同じゲームの中でも稼げるようにしましょうよって、成功するのは、FF とかドラクエレベルだと思う。はい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 。あれは行くでしょ、間違いなく。あとは、グランドセフトオートとかね。ああ、なるほど、ね。ああいうオープンワールド系で、実際ほらね、あの、グラセフっていうの知ってる方もいると思うんですけど、こうね、お金をバーっと稼いで、ね、いい車乗ったりとか、あの中で。そうだね。そういうのは、だってもともとほら、ね、まあでもそれ言ったらアラスカも一緒なんて言う人もいるかもしれないけど、でも、ビットマン TV
あんまりゲームやらないんですけど、はいはい、そのゲームをやらないやつでも知ってるレベルのタイトルだったら成功するとは思う。はい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 。で今回アラスカゴールドラッシュを聞いたのは、あの、初めてだったんで、うん、そういうゲームあるんだね、みたいな。確かにね。そこを考えていくならば、うんうんうん、そう、だからビッグタイトルだったら、今までゲームやっていた人もたちも、別にその、稼げるから、何、うん、いいよ別に。だってそもそもゲーム面白いから、そっちに移行しなきゃいけないんでしょ、みたいな。そうだね。うん、確かにね。やり込んでやる人とかも、ね。言い方難しいんだけど、いやビッグタイトル、ね、うん、ビッグタイトルぐらいしかやっぱり今の状況だと生き残らないのかな、みたいな。うん、この、プレイトゥアンゲーム系通貨っていうのは、うんうんうん、新しく出てきたとしても、まあ、一時話題でわらわらって来るとは思うんだけど、やっぱり、根底としてゲームをやるそうじゃないので、うんうんうん、離れていく確率が高いんじゃないかなっていうのは思って。そうだね。そう。そこは大きいと思います。ちょっとやってでも離れる。そうそう。うん、だってもともとゲーマーじゃないんだから。そうなんですよね。じゃ、だったらビッグタイトルしかないよねって思わない？そうだな。そうでしょ。間違いない間違いない。うん、だから FF とかほんと、ピンとくるわ。出すんだったら、うん、例えば FF とか、だからドラクエとかだったらですよ、うん、カジノとかあるじゃないですか。あるね。そうそうそう、うん。あのドラクエのカジノで使える実際のお金とか、プレイトゥアンケートとか、はい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 、ね、ゴールドとかほら、敵倒したらもらえたりするけど、ああいったものを実際流通。何かでこうね、うん、回していくみたいな感じだったら、うん、いや、すごいことになるのかな。確かにね、世界的にね、やり込んでる人たくさんいますしね。じゃあ、それをなんでやらないのかって言ったら、うん、やっぱり怖い部分もあると思うんだよね。はい、だから、当然そういうことをビッグタイトルがすると、はい、一定数批判するぜっておるやない。まあそうだね。だから、やりたいはやりたいんだろうけど、批判されてゲームが終わってしまうことの方がリスキーやもん。なあ、そうだね。だって今の段階でああいうビッグタイトルって稼げてるから、そもそも出せば、ね。売れるからね。そう、だからそこに無理やり経済圏を作ってどうのこうのするって、うん、システム開発もものすごく時間もお金もかかるし、うん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 、あとは不具合があった時にどうするってなるんだったら、じゃあ今までの流れでやっといた方がいいよねって、なるのはごく自然なことだから。確かにね。だけど、プレイトゥアン系が、バーンと一気に爆発するためには、そういうビッグタイトルが入ってこないとダメなところもあると思うんだよ。だから、もうものすごく、このプレイトゥアンゲームの、が成長するのかどうなのかっていう、まぁ、ちょっと狭間にあるような感じもする。はいはいはい、はい。だって、めちゃめちゃ出てきてるじゃん。いろんなプレイトゥアン。例えばアラスカもそうだし、他のものもそうだし。そうだね。そうそうそう。確かに確かに。だから結構狭間にあって、ミスったらなんか淘汰される気もする。はいはいはい。この分野っていうのは。うん、だから今はみんなこう、わーっと盛り上がってね、うん、ゲームやれば稼げるんだ、うんうんうん、アクシーの時がまあピークだったと思うんだけど、まあそうですね、実際あんまりもう言われなくなってきてるじゃん。そうだね。実際問題はさ。ね、だから、それを考えていくと、うん、今後の発展、うん、うん。ちょっと厳しいかな。厳しいというか、うん、まあ、ビッグネームがコント。ビッグタイネームっていうかビッグタイトルだね。ビッグタイトルがなんか噛まないと。うん、はいはいはい。あとはこのプレステではあるできるみたいな。はいはい。プレステでできるプレイトゥアンゲームとか。はい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 。あるのかな？ないよね。いや実際に私は知らない。パソコンでしょ大体、うんうん。あるとしてもパソコン。プレステあとはスマホとか。うん、やっぱ PS5 とかああいう、うん、やっぱりずーっとあるゲーム機器をね。はい。あそこでの、うん、そのプレイトゥアンのリリース、うんうんうん、あったりしたらそれは状況は一変するでしょうけど。うんうんうん。うんそこをこう、なんか、時短で踏むのもわかるっしょ。まあそうだね。そこまでしなくてもいいやっていう。確かに確かに。だけど、うん、そういう大きな会社が、そういう話題を出すのもわかるんですよ、うん。はいはいはい。それは、やっぱり、この今、でしょ？だって、そうじゃないですか。ね、あの、たまに重要ニュースとかでも出てくるけど、うん、結構ね、ゲーム系っていうのがなんか、うん、あったと思うんだけど、はいはい、その大きな会社が、うん、そのプレイトゥアンの、はい、ね、ことを記者に問われたりとかして、はいはい、そこに関してこう、ね、なんかこう、あれですかイベントみたいなで、はいはいはい、あんなに話したりとか、なるほどなるほど、あのそれはまあ話はするよね、うん、話はするよねというか、あのおざなりにはできない業界だってのは分かってると思うんだよ、大きなところも。まあそうですね。そこに入るリスクもめちゃめちゃあるよねっていう。うん、まあどっちもですもんね、うん、跳ねるかもしれないけど、リスクも一緒に持ってますから、うん、コアファン、うん、ゲームコアファンから見ると。いや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 みたいな。そうだね。そんなところに開発費かけるんだったら、うん、もっと面白いゲームとして作り込めよっていう。まあ確かに。何かしらの、あの、不具合が出たら、もう批判がやばいと思うんですよ。そうだね。そういうことやんけんみたいな。あ、なるほど。いるいるいる。でしょ？絶対いるわ。そうなのよ。だけど必要不可欠。あの人たちが動か、巨人が動かんと、この業界はなかなか難しいとこ直面するんじゃないかな、みたいな。切り開かれることは、うん、まあちょっと難しい、ね。今このプレイトゥアンゲームをやってる人の大半が、稼げるかどうかを判断しながらやってるから。ゲームの面白さじゃないから。まあそうだね。うん。あと一つは、これよね。うん。もう、プレイトゥアンゲームで、めちゃくちゃ面白いゲームが出るか。あー、はいはいはい。で、ゲームに没頭させて気づいたら稼いでるよねっていう。あー、なるほどなるほど。それだったらいけるかもね。ああ、なるほどね。うん。だから人の意識って、間違いなく今は稼ぐを観点にみんなやってるから、うん、このゲームが面白い面白くないじゃなくて、稼げるかどうかだけしか見てないって間違いなく、まあ、ほぼほぼほぼ、うんうんうん、ほぼほぼ、うん。そうなっちゃうよね。なっちゃうんじゃないわ。それだから凌駕するためには、うん、だってさ、うん、
ゲームをするのとお金を稼ぐのって、うん、どっちが実生活豊かにするかって言ったら、うん、お金を稼ぐ方なんですよ。まあ、そうだね。ゲームをするって見方によっては時間の無駄って見る人もいるんです。いますから。うん、それはね。そうなんですよ。うん、それを考えていくならば、うん、その意識をシフトチェンジさせないといけないわけでしょ。うんうん、だってお金を稼ぎたいって入るわけだから。うんうんうん、うん。そうそうそう。だから、その意識を本当にオールクリアするようなめちゃくちゃ面白いプレイトゥーアンが出てくるか、巨人が動くか。なるほどね。だからそこを考えたときに、じゃあ今回のアラスカゴールドラッシュ、どうなのかなっていう未来はあるのかなみたいな。うんうんうん。じっくり考えないといけないよね。そうですね。っていうところは本当に思いますよ。うん、確かにね。うんやっぱりゲームがね面白くないと人はねやっぱり離れていくからね離れていく実際に、まあ、どんなゲームもそうですけどそう、うん、だからめちゃくちゃ面白くてなおかつ稼げるみたいな、うん、だから FF とかドラクエとかはやっぱりあんだけずっと長くついてるけど、うん、やっぱりストーリー性のもう爆発的素晴らしさだよね。そうだよね。面白さだよね。ファンがね、うん、ついてるから FF とかやっぱりやってるとさ、うん、なんか自分がその世界の中に没頭した感ない、うん、あるあるあるわかるでしょあるねうんだからものすごく、うんやっぱ面白いのよ、ゲームとしては。そうだね。うん。だから、プレイトゥーアン、そう、稼ぐを入れちゃうと、うん、そこがちょっと薄れてきてしまうっていう。うん。可能性はあるよね。可能性はやっぱあるよね、っていうふうに思う。まあ、世界中で相当の数の人がね、やっぱり使ってるゲームですからね、うん、中には。まあ、そら、FF とかビッグタイトルが来たらもうエグいっしょ。エグいでしょ、ね。やってみたいって思うもん。いや、もう思います、思います。ファイナルファンタジー一回やってて、離れたそうだから、それでも、今ね、ほら、あの、離れてる層たくさんいると思うんですけど、はいはいはい。年代的にほら仮想通貨をやってる人が元 FF やってたとかいう人もいると思うんですよ。そうですね。で、うんうん、ある程度年重ねてきたから、うん、ちょっとこうゲーマーもやんなくなっちゃった。はいはい、仮想通貨ちょっとこう集中してるとか、うん、株やってるとか多いと思うんですけど、そういった人たちがまた戻ってくるきっかけになると思う。なるほどね。うん、だけど、コアファンから見たらどうなのっていうのも思う。そうだね。そう。稼ぐっていうのがくっついちゃったから、ね。まあちょっと話がね、プレイトゥーアンゲーム全般の話になってしまったんですけど、まあアラスカに関して、まあ、ボスはね、さっきこう買わないというふうに言ったけど、その気持ちもめちゃめちゃわかるんだよね。なんか。まあ、一つ思うのは、ゲームやってみてもいいんじゃないっていうのは思うんですよ。ああ、なるほど。ビットマン TV 的には。はいはいはい、だから、ウィザーディアっていう、プレイトゥーアンゲームをやったりもしてたんですよ。うんうんうん。うん、そうだよね。だから、面白くて一時やってたんですけど、うんうんうん、やっぱり、なんか、ってなっちゃう。ちょっと一時は本当に面白かった。うんうんうん、新しい感覚がしてて、はいはいはい。だけど、なんかワンパターンな気象が、すごく空きを読んで、うんね、で、対して稼げなかったから。ああ、なるほどなるほど。だから、ワンパターンな気象でもめちゃめちゃ稼げるんだったら、うん、あ、長くやろうかなって思うけど。うんうんうん。やっぱそこに戻っちゃうじゃん。あ、ちょっとゲーム的に面白いかなと思っても、飽きてきちゃったら、あー、まああんま稼げねえしなって、どんどんやらなくなっていっちゃったっていう感じがあるから。なるほどなるほど。やっぱりずーっと長いプレイトゥーアンゲームとして、息が長く、ものすごくぐーっと来るためには、やっぱりゲーム自体の面白さがものすごく左右するよねっていうのを思うからね。そういう意味で、まあやってみたらいいんじゃないのっていうね、ちょっとこう気になってる人は。なるほどね。だから一つ、今まで出てきたプレイトゥーアンと違うのは、そういう意味で言うとですよ。もともとほらリリースされてたものだから、リアル感とかね、うん、ある程度ゲームとしての面白さの基盤は担保されてる可能性は当然あるよね。はいはいはい、はい。うん。そうそう。やってないことがある人もいますし、ね、いるしっていうところ。そうだね。まあ、あとは自分自身の判断になるのかなっていう。そうですね。まあ、本当にやってみてもいいのかなって思いますよ。そうですね。面白いかもしれないし。はい。うん。ぜひ、ね、ゲームをちょっとやったことないけど悩んでるっていう人がいれば、やってみてから、ぜひ判断してみてもよろしくお願いいたします。思いますので、よろしく。分野としてね、うんうん、難しいところもあるかもしれないし、うんうん、いくかもしれないし、うん、やってみて判断っていうところですね。行きましょう、それでは。はい、そうですね。お願いします。ちょっと熱く語りすぎましたね。申し訳ございません。はい、ありがとうございます。では、はい、ボス、行きましょう。行きます。仮想通貨業界。はい。プレイトゥーアン、はい、第6のジェム、はい、アラスカゴールドラッシュとは何でございましょう。金獲得でゴールドラッシュ確定 CR ゴールドラッシュ。ありがとうございました。